こんにちは。今日は、ベッドレディー・ウィズ・ミーを撮っていきたいと思います。ボサボサ。で、いつもはメイクからなんですけど、今日はちょっとまだ寝起きなので、スキンケアから始めていきたいと思います。それでは、スタート。顔は洗ってきたんですけど、今からね、スキンケアを始めていきたいと思います。この時期多分みんなが一番気になるのが乾燥だと思うんですけど、やっぱまあ朝メイク前とかだと夜に比べてスキンケアを多分軽く済ませてる方も多分多いと思うんですけど、秋冬のね乾燥がやっぱり気になる季節になると、朝のスキンケアの時にお肌を十分に水分チャージしとかないと夕方にファンデーションが浮いたりとかメイク崩れの原因になってしまうので、今日は乾燥が気になる方や保湿ケアをしてるつもりでも乾燥を感じてインナードライの方におすすめのスキンケアを紹介していきたいと思います。もう洗顔をしてきた状態なのでパックから始めます。じゃじゃーん、トリデンダイブインシリーズマスクパックです。トリデンのパックとかは韓国購入品もそうだし、ベスコスとかショートでも紹介したことがあると思うんですけど、これはね、なんか大人気のセラムの長所がそのままパックになったような商品で、乾燥するこれからの季節に本当にぴったりなパックになってます。エンティムが広告モデルになってて、店頭でも多分よく見かけますよね、これね。韓国旅行行った時もオリーブヤングいつも行くんですけど、オリーブヤングでもたくさん見るし、韓国の友達とか周りの友達とかもこれ買ってる子、愛用してる子が多い気がする。ベタつきにくくて乾燥肌の子にもおすすめです。これ本当にね、パックの美容液がすごいたっぷりなので、これをまずねこういう風に肌になじませていきます。もうこれだけでもなんか本当に美容液塗ったような感じで、ひたひたで保湿力がすごいんですけど、トリデンは結構数種類あるんですけど、このダイブインシリーズの特徴は保湿成分が角層まで素早く浸透してくれて、肌を内側から潤してくれるんですよね。しかもね、肌荒れを防いで保湿力や肌の弾力性を上げてくれるだけじゃなくて、肌のトーンを明るくする効果が期待できるから本当におすすめです。水分がたっぷりでたっぷり潤うのに、テクスチャーはさっぱりしてるからメイク前にもすごいぴったりなんですよ。乾燥を防ぐための水分チャージをしてくれるアイテムです。私はこれを冷蔵庫に冷やしてました。やっぱりなんかパックは冷蔵庫に冷やした方がメイク前とか特にだけど、肌の温度も下がってメイクのノリがより良くなるので、基本的にパックは冷やして冷蔵庫に入れてから使うことが多いです。こんな感じです。このまま15分20分ほど置きます。はーい、ってことで20分ぐらい経ったので取っていきます。今20分経ったんだけど、全然まだまだひたひたで顔がすごい美容液たっぷりなのが多分わかると思う。すごくない？めちゃくちゃ保湿力がすごいです。で、パック取った後は私はこういう風に顔になじませてマッサージとかしていきます。今日結構寝て顔がむくんでるので、この辺とかの V ラインとかをマッサージしていきます。次はじゃじゃーん、これも結構3分の1ぐらい使い終わったんですけど、これを使っていきます。ダイブインブースターです。これは化粧水の前のね導入液として使ってます。テクスチャーはこんな感じのあっさりとした乳液っぽい感じのテクスチャーです。これも肌に優しく塗っていく。このブースター使うと次の化粧水のノリが全然違うので、ブースター本当に大事。次はじゃじゃーん、これを使います。ダイブイントラです。トリデンってコスパいいってよく言われてるんですけど、この商品は 300ml 入っていて大容量でたっぷり使えるのが本当にめちゃくちゃコスパがいい。みずみずしい、もうこれはこんな感じでみずみずしいテクスチャーですね。さっぱりとした使用感なので、ベタつきがなくてメイクの時にねのせるファンデーションの邪魔もしなくて使いやすい。あとコットンに出して拭き取り化粧水としても愛用してます。
じゃあ次は、じゃじゃーん。ダイブインセラムを使っていきまーす。これ一度使用すれば3秒で肌がもちもちになる3秒セラムとして話題になったセラムらしいんですけど、使ったことある子も多分多いんじゃないですかね。これパフェっていう韓国の口コミサイトで美容液部門で3年連続1位を獲得している韓国でも人気のセラムらしい。これを顔全体に優しくなじましていきます。こんな感じ。テクスチャーはね、すごいね、さらっとしていて、ベタつき感もなしで、少しひんやりしてるので、肌の鎮静にも、夜のお風呂上がりのスキンケアにもぴったりです。私、ウィンカー肌なんですけど、ピリピリしないし、肌荒れがね、気になる時期でも安心して使えそうです。スッと肌に馴染んでくれて、結構肌の水分をチャージしてくれてる気がして、本当にお気に入り。すごい。もうもっちりすごい保湿されたんですけど、最後にクリームだけ使います。じゃじゃん。ダイブインスージングクリームです。これでしっかりと蓋をして保湿していきます。この商品はね、今回初めて使ったんですけど、結構使う、なんかプルプルとしたみずみずしいね、ジェルタイプのクリームです。こんな感じ、見える。肌にのせるとめちゃくちゃ柔らかいテクスチャーで、ジェルタイプなので、でスルスルと肌に馴染んでくれて、軽い使用感やねんけど潤いをねすごい保ってくれる感じがします。高保湿って感じ、軽いテクスチャーなのに。重めのテクスチャーが苦手だよっていう方にもおすすめです。じゃーん。こんな感じでお肌がプルプルになりました。やっぱ朝から面倒だなーって思うかもしれないけど、これぐらいやっぱりしっかり保湿をしてメイクする方がいいと思います。ってことでスキンケア終了しました。早速メイクの方をしていきたいと思います。今日はちょっとすっぴん風でナチュラルメイクをしていきます。使うのはじゃじゃん、これです。エレガンスモデリングカラーアップベース UV です。お、紫のベース系ですね。これを肌全体に、あ、今日のカラコンはデューイグレージュを使ってます。ナチュラル。これイナリオも気に入ってくれた。最近イナリオが気に入ってつけてくれてる。スキンケアが重たかったり合わないやつを使うと、なんていうの、ヨレヨレみたいなのが出てくるんですけど、全然ベースを塗った時点、今の時点でも綺麗に乗ってくれるから、マジでこのね、あのトリデンのライブインシリーズはめちゃくちゃおすすめなんで。次はクッションファンデーションを塗っていきます。バニラコ、これいつものやつですね。すっぴん風な感じにしたいので軽くのせていきます。こんな感じでファンデーション一回塗ってみたんだけど、めちゃくちゃ綺麗じゃない？めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。で、一切ヨレが全然ないの。こんな感じで超綺麗じゃない？で、このファンデーションがもともとちょっとセミマットなんですけど、下にしっかりスキンケアをしてるから本当に肌がすごい綺麗な人のような感じのツヤ感が出ます。ちゃんとスキンケアでしっかり保湿をしてるので。エレガンスのパウダーを使っていきます。私は実家にいて、実家からのゲットレディー済みになります。今から少し出かけるので化粧品も持ってこずに、姉の化粧品でやるんですけど、簡単にパウダーで添えていきます。先にちょっと眉毛を、これはいつものマックのブルネット。今ね、スパイキッズ見てるんですよ。スパイキッズ知ってる人いるかな。ネットフリックスにあるから絶対見てほしいです。一番好き。マジで面白い。兄弟、お姉ちゃんと弟がスパイやねんけど、めちゃくちゃおもろい。こんな感じで眉毛を描きました。これ何回見たかわからんぐらい。あ、これ輪郭のところも描きます。そしたらアイシャドウはウェイクメイクを使います。02番、ちょっとピンク系の色、これを指で塗っていきます。このナチュラル、
今日は指で塗っていきます。まあ、あくまでもナチュラルメイクなので、そんなに今日はねアイラインとか引かず、さっぱりな感じで仕上げていきます。涙袋に。そしたら今日はこの2色を混ぜます。で、真ん中部分まで可愛い。そしたら今日はアイラインとか一切引かないので、この下の濃いブラウンだけ使って目尻部分を横にアイラインじゃないけどアイシャドウで引いてあげます。自然な程度で。アイライン引かないって言ったんですけど、やっぱりこのアイシャドウでちょっとだけ引いていきます。引いていくっていうか、全体的にちょっとこの濃いアイシャドウで、こんな感じ。でもナチュラルでしょ。で、下はある程度ちょっとだけちょっとずらして。あ、グーシャンが来た。グーシャーン、こんにちは、しましょう。今日も登場です。ね、一回はね、カメラ始まったらおとなしくなるんですけど、一回は映してって、ほら見て見て、カメラ、ほらカメラ目線です。こんな感じで一回はカメラに映りたがるんですよね、この人。こういう風に目尻だけちょっと長く、本当に陰影メイクって感じですね。今日はアイラインとか一切なしで。で、そしたら、あ、涙袋の部分もちょっとだけなぞっておきます。今からなぞります。アイメイクはもうこんな感じでいいかなーって感じ。マスカラです。マスカラを塗っていきます。マスカラも本当は今日はナチュラルで塗らなくていいぐらいなんですけど、じゃじゃん、ホリカホリカを使います。涙袋部分だけこのエチュードを使います。エチュードのピーチヌードっていう色、ここのぷっくり見せたいところだけ、真ん中部分です。チークを塗っていきます。今日超時短じゃない。チークで使うのはエクセルのシームレストーンミモレットっていう色味。かわいいこの色味。次、ハイライト、ウェイクメイクのアイスピンク。今日はね、めちゃくちゃ簡単なメイクだった。超ナチュラルじゃない。そしたらリップだけちょっと持ってきます。はい、リップで使うのはエスポアのココロムっていう色味です。これがちょっとヌーディーな感じ。じゃじゃーん、今日はナチュラルなメイクでも盛った感じでメイクをしてみました。ちゃんとね、朝のスキンケアをしっかりしたので一日の化粧崩れも心配いらず過ごせています。特にね、この時期は乾燥とかインナードライで多分悩んでる方が多いと思うので、トリデンのダイブインシリーズを試してみてください。今回の動画で紹介したスキンケアアイテムたちは概要欄に詳しく載せておくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。高評価、チャンネル登録待ってます。